マスオ TV です。はい、実は僕ゴールデンウィークで大阪京都に旅行に行ってきました。思ってたよりもめちゃでかい。はい、実は僕あるものを大阪土産として買ってきました。で、皆さんの中で大阪の土産って言ったらどんなものをイメージしますか？ちょっとツイッターで聞いていきたいと思います。皆さん、大阪土産と言ったら何をイメージしますか？ツイート。はい、で、こんな感じで返信来ました。たこ焼き、ヒョウ柄のもの、たこ焼き、食い倒れ人形、天使の餃子。やっぱたこ焼きが多いっすね。アメちゃん、面白い恋人などなど。まあこんな感じでしょうか。たこ焼きせんべいか。ということで、僕が買ってきたものを紹介いたします。それはこちら、午後一恒例の豚まんです。イエーイ。はい、で、僕全然詳しくなかったんですけど、これは大阪土産としてはめちゃめちゃやっぱり有名なものらしいです。はい、で、作り方が簡単です。レンジでチンを2分するだけ。それだけでできるみたいです。ではレンチンしていきたいと思います。はい、ということでレンチン完了しました。こんな感じですね。ほら、美味しそう。さすが大人気の大阪土産で、中身お見せしていきたいと思います。じゃん、中身こんな感じです。ほら、こういう感じですね、お肉が。うん、美味しそう。では実際に食べていきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。はい、さすがです。やっぱりうまい。動画撮るの忘れて1個普通にそのまま食べちゃいました。はい、で、味なんですけど、あの白い皮のところがすごいもちもちで美味しかったです。もちもち、食べ応えのある皮っていうか外の場所でした。で、お肉なんですけど、ニンニクの香りがほのかに香る感じと、お肉のちょっとジューシーな感じがとても良かったです。そのもちもちな皮に負けないぐらいの食べ応えのあるお肉でした。うん、美味しかった。はい、なんでこれ関西だと豚まんなんですかね。僕の住んでた地区だと肉まんなんですけど、西日本だと豚まんなんですかね、こういうのって。トゥデイズマスオーズポイント86点です。640円で4個入りで、この味なんでめちゃ美味しかったです。うん、で、大阪ではこれ本当にそのまま手作りで食べられるんですよね。大阪の豚まんだけじゃないんですけど、結構地方地方によってなんかおすすめの、なんていうんですか、お土産とかっていろいろありますよね。仙台で行ったら萩の月みたいな、なんかそういうの食べ尽くしたいなってなんとなく思っちゃいました。なんかおすすめとかあったらぜひ教えてください。あなたの住むところのおすすめなんでしょうか。はい、すいません、今日の動画こんな感じで終わりです。はい、ということで今日は午後一蓬莱の豚まんご紹介させていただきました。はい、以上、マスオ TV でした。バーイ。